みきです。何喋ろうかあんま考えないで撮り始めちゃった。ちょっと今チャレンジしたいことがあって、っていうのが私この前1週間夏休み撮ったんですよ、 YouTube で。その間ね、特に予定があったわけじゃないんだけど、自分で今まで勉強したかったけどしてなかったことを勉強したのね。でそれが何かっていうと、 iPad で絵を描く練習をしてたんですよ。絵とか文字とか手書きで書いて動画に入れたいなっていうのが前からあって、で iPad で Procreate っていう絵を描いたりするアプリがあるんですけど、それの使い方をずっと勉強してたの1週間。前からねちょこちょこは使ってたから、なんとなくは使い方分かったんだけど、でもちゃんと分かんなくって、だからずっとやってて、そもそも可愛い文字を書いたり絵を書いたりっていうことができないんですよねそれを使いこなす以前の問題なので、今回はそこをね自分で上達したいなと思って、こちらをやりたいと思います。ハンドレタリング。ハンドレタリングっていうのが、なんていうの、アート文字、こういう可愛い文字を書いたりとかするってやつで、でこれ最近ね新しく買った本なんですけど、これ結構いろいろこうやって書くんだよっていうやり方書いてあって、もう一個私これ1年近く前に買ったやつで、バレットジャーナルハマった時にねいろいろ書けるようになりたいなって思って買ったこちらの本。あれはまあ少しやったけどちゃんと練習ってしてないなと思って、書き方の参考とかにはしたんだけど練習しようって思ったんです。なので今回はハンドレタリングを1週間やったらどのぐらい上達するのっていうのを検証してみたいと思います。できるかな。私あれなんですよね、自由に何かを書くっていうのが多分そんな得意じゃない、少し苦手意識があるタイプで、自由に何か書いてくださいってなると何かこうってなっちゃう人だから、だから練習ねこう見て書きながら、なんかもっと自由にいろいろ書けるようになりたいななんて思ってます。というわけでこの2冊の本を使って1週間頑張っていきたいと思います。はい、そんなわけでね、ハンドレタリングを練習し始めたわけなんですけど、一番最初はベーシック文字っていうのを書きました。なんかちゃんと書こうって思って書くっていうことがなかなかないんで、意外とねボールペンでこうまっすぐ線を書くっていうのでもなんかガタガタ歪んじゃったりとか、変に力が入っちゃって、これですらちょっと納得いかないななんて思いながら、まずは一通り書きました。続いて書いたのがちょっとよくねおしゃれなカフェとかにあるような本当なんですけど、ちょっと重心が全体的に上に行ったような感じ。こちらは全体的に文字を斜めに書いていくやり方なんですけど、これ初めてやりました。あ、これだけでも結構雰囲気変わるんだなって思ってびっくりしました。で次のこれがなんか急に難しくなって、急にちょっと太めの文字をね書くって感じになったんですけど、私これ書いてる時にやっと気づいたんですけど、一応用意した紙が横の線とあとドットでねポイントがあって目安にしながら使えるなって思ったんだけど、これの通り書いてもちゃんとした四角になんないなって思って、自分でちょっと測りながら線を引いてそこで書いていきました。この本にもね字の幅とか安定させるために線を書いてからやるといいよっていうのあったんですよ、ガイドラインとして。ちょっとそれ自体がね元の紙だと少しずれてたので、こんな感じで書いて箱に押し込めるような気持ちでね書いていきました。でもやっぱちょっと線がずれてたのかななのか難しかったです。続いてはクラシック文字っていうので、あ、このチョンって入れるだけで結構変わるんだっていうのが面白かったです。で1日目最後にやったのがクラシック文字のバリエーション1っていうのをやったんですけど、これはなんか急にすごい難しいってなっちゃって、なんかまあガタガタなんですけど、これうまく書けるようになったら結構レベルアップかなみたいな感じですね。結構ね塗りつぶすのが増えてきたんで手がめっちゃ疲れました。2時間ねラジオ聞きながらやってたんですけど、すっごいもう手が痛いです。なかなかいい練習のね1日目になりました。2時間やって6ページ頑張りました。はい、2日目、今日はエレガント文字、いわゆる筆記体ってやつですね。
私筆記体が読めないし書けないしなんですよ。なんか数学の授業とかで使うようなさ A とか B とかそういうのぐらいはちょっと小文字でぴょぴょって書いたりとかするんだけど、特にね大文字の筆記体っていうのに馴染みがなくって、ほんと書いててもなんでこんな書き方するんだろうなとか思いながらちょっと真似してね練習してみたわけですよ。読むのも書くのもこれでできるようになったらいいなと思いつつ、まあ一回じゃちょっと覚えられないですね。そして筆記体のバリエーションっていうのでちょっとねさらにエレガントな感じで飾るっていうのをやってみたんですけど、書いてる中でも結局筆記体をまだ書けてないので、ちょいちょい前のページに戻りながら、あこうやって書くんだったなってこれをこう飾っていくんだなっていうのを練習しながら書いていきました。確かにちょっとね太さの強弱をつけることで結構雰囲気が変わるんだなと思いながら一通り書いていきました。そして今日の最後はエレガント文字バリエーション2っていうので、なんていうのかな、これ太くしたけどその中で全部塗りつぶさないでちょっと余白も残すよみたいな感じで、でこれ結構難しかったですね。本の中で A の書き方はすごい丁寧にねこういう書き順で書くとできるよってあったんだけど、あとはもうほとんどなくてもう見よう見まねで書くしかなくってね、これが結構どのハンドレタリングの本見てもそういうのが多いから難しいなと思うんですけど、だからどの書き順でいけばいいのかなって自分で探りながら書いていくみたいな感じですね。でも最終的にはなんていうかもう別にこの通り書くことが正解ではないとは思ってるんで、もちろんこの通り書いたらめっちゃ綺麗だと思うんですけど、あこういう書き方があるんだなーっていう練習をしながら、まあ自分で自由に書く感覚が作れたらいいなと思って書いてるんで、まあ下手くそだけどまあ練習だしねこんなもんかな初めてだしとか思いながらやりました。相変わらず筆記体は難しかったです。でもちょっと自分の中の苦手意識をね少しでも変えていきたいんで、すごいいい練習になった2時間だったなと思います。はい、そして3日目はですねちょっと本を変えて、初めてでもグリッドで綺麗に書ける猫猫さんのハンドレタリングという本でやっていきます。この本はね1年ぐらい前に買ったのかな、バレットジャーナルにちょっとハマって少しやってた時にねこちらの本参考にしながらやってたんですけど、この本はねひらがなの装飾のやり方が載ってるんですよね。最初やってた本は英語だけだったんですけど、こちらは結構ひらがないろいろ載ってます。なのでこの書き方はねちょっとやったことがあるので、あ久しぶりって感じでやってるんですけど、この本の面白いのはこの1個ドーンと空白があるのを書くじゃないですか。でその後にこの中にこういう模様を描くと面白いよみたいなバリエーションが結構載ってて、でその模様の描き方とかねポイントが細かく書かれてるのも面白いなって思います。あなるほどこうやって描くと面白いっていうのが分かってくるので、そしたらちょっと本に載ってない模様をね中に描いてみたりとか、ちょっと途中から遊び始めました。そうなんか本の通りやるっていうのもさ練習として大事だけど、遊べるようになりたいよねって思いますよねと言いつつ、なんか特にそんな浮かばなかったんですけどまあこういう書き方もあるよっていうのでねやりました。あとはまああんまり塗りつぶさないでやれる書き方、ひらがなの端っこに三角をつけたりとか、あとは丸をつけて囲んでみたりとかね、そういうのもやってみたんですけど、最終的にね練習してきた技をこう詰め込んで太字で書いて三角作って影をちょんちょんってつけたりっていうだんだん難しくなってきました。この辺になるとあれあれって感じだったんですけど、でもなんか新しいレパートリー増えたなって感じがして面白かったです。あとは鉛筆で書いてその周りを縁取ってみるとかね、こういうのは割とまあ昔からやってるけど私割と雑なんでちょっと歪んだりしつつも練習練習って感じでやっていきました。中にね模様斜めの線とか書いていくのはちょっとなんか線が乱れたりしてちょっと
難しかったですね。でひらがなのページをねバーってやった後にちょっと時間があったので、数字のレパートリーもねこの本載ってたのでやってみました。というわけで3日目は2時間でひらがないろいろと数字を練習という感じです。あのね、首と肩がめっちゃ凝っちゃって、ちょっと体力がやばい。体力ちょっと体に支障が出てきました、3日目。3日目はですね、最初にやってたハンドレタリングの本に戻って、今度なんか立体感とかそういうの出すページをね、やっていきました。で、ちょっとこの辺からがっつり書くっていうよりは、こういうバリエーションがあるんだなーって、いうのをね、いろいろ試しながら書いてみるみたいな感じでやってったんですけど、まあ当たり前ですけどだんだん難しくなってきましたね。なんか細かい柄とかいろいろ出てきたから、自分の好みとかもね出てきたんですよ。あ、これは好きだけどこれは多分やんないなーとかいろいろ出てきて、でもそれって本を見てるだけだとね、うーんって感じなんだけど、実際に自分で書いてみると、あ、これ好きとかすごい出てきたので、やっぱ書いてみるって大事だなって思いました。そして私いきなりノートにやってるからなんかちょっと難しかったんだけど、ちゃんと方眼のねノートとか用意してやるとよりやりやすかったかなーなんて思います。でやっぱりどうも筆記体が苦手だなって思ったので、ちょっと再びね筆記体の練習も少ししました。トレーシングペーパーでね写して書くっていうのを最初から全部この方法でやれよみたいな感じなんですけど、でもこれでちょっと手に筆記体というものを馴染ませていこうという作戦を取ってみました。その後は見ながら自分で書いてみたんだけど、もうなんだろう、綺麗に書くっていうより筆記体書けるようになろうみたいな、そんな時間になっちゃいました。でちょっと本当に困ってるのがね、本当首と肩の凝りがやばいんですよ。最近なんか頭痛やばいなーとか思ってたら、もしかしてこれ肩こりのせいじゃねーと思ってまさか体を壊しながらやるとはみたいな感じで、湿布を貼りながら頑張ってます。はい、5日目はですねちょっと気分を変えて iPad を使って書いていくことにしました。アプリは Procreate っていうのを使ってます。で私思ったんだけど、どうせこれから書くとき iPad でやるから、まあ最初から iPad で練習した方が良かったんだろうなと思いつつ、でもねやっぱ手書きアナログで書くのとデジタルで書くの両方楽しめて、今回それ選んで良かったかななんて思ってます。で iPad でね本を写真撮ってそれをなぞる感じで練習してるんですけど、今日は飾り線とかフレーム、あとちょっとしたイラストみたいなのを練習していきました。で面白いのが、なんか線ってこう見てたらなんかもう普通に描けるじゃんとか思うんだけど、結構自分の線の描き方の癖、文字もやっぱそうなんだけど癖っていうのがあって、普通になぞっててもちょっと違うことしちゃったりとかするんですよね。意外と思って面白かったんだけど、普段自分が描かないような線を描いたりとか、あ、こういう模様ってこの組み合わせで簡単にできるんだみたいな発見があって、それがすごい面白かったです。でバナー描くのはちょっと、難しかったかな。平行な線を描くってだけでもなんかちょっと曲がっちゃったりとかね、少しバランスを取りながら描かなきゃいけなかったので、これはちょっとレベル高かったかも。でコーナーとフレームっていうのもやって、これもねなんか、あ、こんな書いてみたら確かに簡単な形の組み合わせなのに、なんで普段思いつかないだろうみたいな、ちょっと頭の体操みたいな感じで、今日はなんかもうゲーム感覚ですごい面白いなと思いながらずっと書いてました。でお花とかもさ、まあなんかメッセージカードとか書くときにちょっとお花書いてみたりとかするけど、自分のお花の書き方ってワンパターンなんだよね。もうこの書き方っていうのが決まってるから、今日ね書いてみて、あ、こんなにいろんな書き方あるんだってお花も葉っぱも思いましたね。ちょっと自由になれた感じがしました。でちょっと途中で本変えてね、両方の本のね書き方いろいろ試してみたんですけど、後半の方はちょっと細かい感じのが結構多かったかな。丸を並べたらこうなるんだとか、あ、丸三角四角棒みたいな、なんか、あ、組み合わせをちょこちょこ
変えればいいんだなってなりました。書いてるものは簡単なんだけど、どう組み合わせるかですごい表情変わって面白いってなりました。で、最後の方はなんかちょっともう時間余ったなって思いながら、自分で本とか見ながら適当に思いついたまま、いろんな丸とか点々とか組み合わせて、だんだん自由に書けるようになってきて、それがすごい面白かったです。6日目はですね、そろそろ終盤ということで、文字のレイアウトをね、練習してみました。これがね、結構難しかったですあのね、文字を書く練習はしたんだけど、それをどう綺麗に並べるかみたいな感じで、文字の練習っていうよりはその枠自体を綺麗に書く練習をしていかなきゃなーってことで、ちょっと本当はね、本の通りじゃなくてもう自由にやってって、どちらかというとこういう枠を書いたらこうなるんだなっていうのをちょっと確かめるみたいな時間になりました。やっぱこういうガイドラインとか大事ですね。で、ちょっとこれで疲れちゃったので違うことしました。逆にページ戻ってですね、よく使うフレーズっていうページがあったので、これがね、普段の暮らしでよく使いそうなフレーズを今まで紹介した書体や装飾で書いてみましたっていうページで、なんかこっちのページの方が私よく使いそうだなと思って、ちょっとこっち重点的にやった方が実用的だったかもなんて思いながらね、こちらも練習していきました。今まで練習してないようなね、書体とか装飾もあったので、これもまた新鮮な気持ちで楽しんで練習できました。あっという間だね、2時間が。楽しかったです。はい、そんなわけで最終日7日目でございます。最終日はですね、実際に今日のね、この動画に使う文字を書いていきました。Day 1, Day 2, 3, 4, 5, 6, 7と7日分ですね。この1週間練習してきたことをもとにね、ちょっと自由気ままに本を見ながら書いてみました。最初ね、とりあえず文字だけやってたんですけど、途中からちょっと装飾も一緒にどんどんやってこうって感じで行ったり来たりしながらどんどん書いていきました。急に7個バリエーション書くの結構大変だなって思ったんで、これ毎日1日の終わりにやっとけばよかったって思ったんだけど、でも前だったら多分こんなにいろいろアイデア浮かんだりとかしなかったんで、まあ本を見ながらなんですけど、いろんなパターン書けるの楽しいと思って、すごい楽しんで書くことができました。で、1日目は水玉の枠にブロック文字って感じで、2日目はなんだろう、チャイナなんだろう、わかんないけどこんな感じ。3日目はちょっとこの文字の後ね、の周りに何書くかすごい迷っちゃって、結果シンプルな感じになりました。4日目はちょっと筆記体をねやってみました。最近ね、結構筆記体普段からなるべく書くようにしてて、まだまだですけど練習中です。5日目はちょっともこもこ文字で自由な感じに書きましたね。もじゃ書きました。6日目はまたちょっとちょんちょんちょんみたいな、なんかこういう点と線つなぐの好きなんだなって自分の好きな感じとか分かってきた。そして最後7日目はちょっと最終日だからお祝いっぽくクラッカーから文字が出てるよみたいなのをね、ちょっと本を参考にしながら書いてみました。前だったらこういうの全然多分書けなかったと思うんで、だいぶ成長したんじゃないかなと思います。はい、というわけで7日間すべて練習終了しました。ちょっともう楽しすぎて待ちきれないって言ったら変だけど、もうこの動画出す前から最近ちょっとサムネイルを手書きにしたりとか、あと動画の中ですごい簡単なちょこちょこって動くアニメーション手書きで入れたりとかね、なんか前よりもすごい自由に慣れた感じがします。なんかいろんな線とか点とか書いてるのがちょっと瞑想じゃないけどね、なんかすごく気持ちいい作業だなって思って、これからもっとやっていきたいなと思いました。本の中にあるもの全部をねやりきれたわけではないので、これからのね日々の動画の中でちょこちょこ手書きのものを加えてって、より自分らしく楽しく動画作りできたらなと思います。チャンネルのテーマがね、自分だけの可愛いを作ろうなので、ミシンでいろいろ作ったりとかするんだけど、編集してる時にフォントっていうのがどうしても決まってたりとか、このイラスト入れたいけど探してもないなーってこととか結構
あるので、いろいろ書いたやつ加えてってね、可愛い動画に仕上げられたらなと思います。でこの1週間はハンドレタリングをやったんですけど、本当にね、毎朝起きてご飯食べてすぐの2時間やってたのね。一番集中できる時間かなと思って、ですっごい楽しかったから、ちょっと今度はなんか絵の練習とかもしていきたいなって思いました。ハンドレタリングね、基本的に文字とか、あとちょっと装飾の線描いたりはしたけど、可愛いゆるいイラストも描きたいなって思うし、あと私なんかデザイン画みたいなちゃんとした絵とかはあんまり正直描けないからそういうの練習したりしても楽しいかなと思いました。ちょっと今後やるかも知れません。皆さんは何か練習したり勉強したりしてるものありますか？よかったら教えてください。というわけで、今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。